です。よろしくお願いします。よろしくお願いいいねいいね、ポイント高いよ。あ、うん、素晴らしい。まずこちらマリモ島ですね。何これ、どこが気になりますか。バラバラじゃん、みんないるところが。どこが気になるそうです。これバッターでいいんだよね。はい、あの打つ方です。打つ人、はい。これはキャッチャーでいいんだよね。はい、そうです。これそうですね。これはいっぱい人いるよな。あ、これはあの選手の方々が待機してる様子です。ベンチ、ベンチって見た方いないし。これボール誰投げる。ええええ、これあの時の自分にやっぱ言いたいことある。あれはちょっと後悔が。あ、そうで、あ、そうですか。はい、一回明るくしてください。どうしました。どうしました。ですか、うん、その状態だとやっぱり9ヶ月前の自分もね困ると思うんで。どうしたんですか、大丈夫ですか。書いてあるわけじゃないよね、面白いことが。そういうわけじゃなくて、なんかみんなもなんか笑かしてんじゃないの。ちゃんとすごい変な顔してたじゃん。こんな顔してみんなで全員でしてない。してないです。目も合わせないようにしてました。本当、はい、9ヶ月前はい、一回明るくしてください。はい、キャプテンあの退場を。え、来ました。ちょっと作ってあげてよ。テーマどうしよう。テーマ筋肉系がいいと思います。筋肉系、そうね、マッスル系挨拶。脈絡あんのかな、カスが。どうすればいい、ね、顔もちゃんとあの顔しなきゃ。これは他の局でばったり会ったりしたらやってよ。バッて高校時代テスト期間中の私へよいしょ。テストお疲れ様テストお疲れ様。でもちょっと待って、ね、ちょっと待って、ね、やばいやばい、はい、一回止めましょうなんでできないんだろう。どうしたの。誰も見ないでください、本当に。ひなーい、ひなまショー、どちらの響きがしっかりくるのか、3対3で行う大人の色気対決です。勝利チームにむにゃ、はい、終了。急にオバアクション。それカメラなんか見るからダメなんだよ。ひどいね。それは、はい、じゃあこっちアクション。こんばんは、日向ニュースのお時間です。日向ニュースのお時間です。日向ニュースのお時間です。少年野球の東京都大会が行われ、中央区の少年野球チームオール鉄砲ズが見事優勝。AI ニュースか。AI じゃねえか。なんで AI の方に寄せるんだ。